埼玉市在住の空さんとプラン。赤い赤い。関東中心に北海道、大阪などでライブされてる方もいらっしゃいます。準備よろしければぜひ、はい、はい、よろしくお願いいたします。ベンズラメンバーです、私ひらがなで空と申します。でこちらが、はい、私がクランと申します。紅色のラン、はい、草刈正雄さんの娘さんとね同じ名前、同じ名前になってしまいました。1曲目早速聴いていただきたいと思うんですが、はい、東日本大震災の後でね、あと岩手県の友人、はい、プランさんにお答えして、プランさん一人で立ってたんですけど、はい、今日は、ね、紅空で海のメッセージを今日お送りしたと思います。春まだ遠い私は波打ち際にあなたの面影探すのよ。いつもあなたがギターを弾いて聴かせてくれたあの歌を今日は私が歌ってあげる。水平線の彼方へ届け。光る髪間に鳥が飛ぶ。あの日の傷を知らぬようにあなたの声が聞こえたよね。
黙っていると気になるの。あなたの周りの小さな心が愛し
度読み返しても懐かしいは悲しいけれど確かに二人の物語信じられなかったものそう僕はこの春就職しましたら幸せになれるなら言葉は飲み込むよ胸の痛み覚えましく収録があって来月ですね放送されますぜひねあの土曜日ありますので皆さんね6時からでしたっけ時間6時半からやりますのでねぜひ皆さん聞いてくださいどうもありがとうございます何年ぐらいなんですかもともと私ソラとクランさんで、ね、ソロでやってたんですけどでそのクランのベニとソラでベニゾラっていうユニットをやって数年ぐらいねなんかとてもねあのハーモニーが声がお互いになんかすごく強調し合ってていいですね素敵でしたこれを、はい、ね皆さんそうですよね。ぜひ遊びに来ていただければと思いますありがとうございます。可愛らしい声がして羨ましい。ソラさんもかっこいいですよ。あ、おしゃれで、ちゃんとね、この T でね、後ろに空ってか、ビニ空ってか、胸元に空だし。ね、皆さん、はい。あ、そう、確かに。まあ、北本であったらよろしくと。どうもありがとうございます。